そのだけえばレース展望ですこの時間は10月20日木曜日の展望を行ってまいります解説はスポーツ日本桑原勲さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや本当に今日は一日いいお天気でしたねそうですね,、はい、ねただやっぱりねあの遅い時間帯になるとちょっとね寒さを感じるんですよねそうなんですね、はい、ちょうどこれ収録してるぐらいちょっとはい。帰りようになってるんですけれどもいいお天気のもと重賞がね行われますさあ20日の展望です番組をご覧いただきましょう メインの11レース兵庫ゴールドカップそして1つ前の10レース3歳以上特別の B1、B2 混合の一戦を展望していきますさあまずはメインの11レースです全国交流第6回の兵庫ゴールドカップです3歳以上のオープン1 2 3 0ルスプリント戦ですいいメンバー揃いましたでは印です桑原さんこうなりました さあ本命は9番のパールプレミア地元馬7連勝中の馬、はい、こちらにね本命りましたね,そうですね、まあ、ちょっと本当にいろいろ悩んだんですけど、ね、やっぱり迷われましたかそうなんですよね、うん、ただ、このパールプレミア、ね、走るごとにねなんか力強さが増しているような気がするんですよね、うん、やっぱりねあのこの中間もね適度に間隔を空けてねじっくりやってきましたからね調子に関してはねあの状態はいいと思いますし まあなんといってもエスポ・アール・シティ3区って、ね、結構新しい旧車、3区、うん、多いんですよね、よねまあそれだけに、ね、その特徴を、ね、やっぱりしっかり把握できてると思うんですよ、その分、ね、やっぱり調整もしやすくなってきますしね、えー、まあ今回ね、まあ、同型馬が多いようには見えるんですけど、うん、まあ今まで、ね、ほとんどやっぱり逃げてはいるんですけど、指す、はい、競馬も、ね、このままできるんですよね、えー、本来。えー なんでねまあ今回ねそれでねさらに持ち味の良さが行きないかなと思ってねまあそれでちょっと本命にしたんですよねなるほどまあ安城佐々木州がね不死のためあの鴨宮騎手乗りということでそうなんですよねはいなかなかこう折り合いにまあちょっとこういろいろある馬というとそうですね、まあ、ちょっとね難しさのある馬なんですけどまあ今のねこの充実ぶりならねまあ近く鴨宮騎手はねはいその辺はねやっぱり達者ですからねそうですよねはい し、まあ、さんもね、迎、あ、え、のーまあ、撃つつもりというかね、胸を貸すような気持ちでっていうコメントがあったぐらいなんで,で、ねはい、自信を持ってらっしゃる,るし、ね、と思いますけどね。 えー、そして対抗です、1番のエイシンビッグボス、再打ち1番に入りました、前走が、ね、休み明けの,その,のチャレンジカップ、内々、立ち回って、着でしたね、はい、あもう前走は、ね、久々だったんですけれども、結果4着で、ねまあ、1着からコンマ5秒差、まあ、十分に、ね、評価できる、ね、内容だと思いますね。何よもた、ね、叩かれて、ね、まあ、今回、上積みしかないんですよね。えーえー まあ、それに加えて、この最内枠、立ち回りやすいですよね。うん、しかも、安城に下原騎手ですからね。ね内枠はやっぱりね。はい、もう言わずもがな。言わずもがな。はい、イン陰のらしたらね。下原騎手ね。はい、足食べてというところあると思いますが。三、はい、番手評価にこれ遠征馬。 まあ、中央から金沢行って、いきなりねこちらにやってきてというお主何者そうなんですね、本当にお主の何者もってこっちが言いたいわけにはなるんですけどね、ただね、まあ、ここ最近の、ね、レースを、ね、あの全部一応見返したんですけど、やっぱり点、ね、にはねしっかり動けてますしね、箱とかでもね、ええ、あのしっかり折り合えるんですよね、うん、レースぶり。ということはね、ね点にスピードもありますし、いい位置で運べるかなと思うんですよね。でで、ええ、でもややっっぱぱりり最近までねね JRA のオープンクラス 前半はしっかりやり合えてますから内容を踏まえれば。 むしろあっさりっていうシーンがあっても不思議ではない馬だと思いますけどね。そうですよね。私も中央でずっと見てた馬なんでね。こっち来たんだと思って。そうなんですよね。<laughs> ね<ー>まあ、あとは本当ね、地方馬場への適性、やっぱりそこがね、はい、ポイントになるかなと思うんですけどね。ね実績は J でね、四勝十敗です。はい、お主なりもです。そして、四番手評価、ここで星印の十二番、後衛アンカーです、ねはい。まあ、昨年に続いてね、まあ、この大外枠を引いたんですよね。ねまあ、ただね、やっぱり去年。 違ってねこ、まあ、今年は本当、さらに充実してる、うん、してますからね、やっぱなんといってもね、あの2走目のサマーチャンピオン、うん、まあこの時の外枠でね、やっぱある程度ね出していっても、ある程度折り合えてましたからね、ねうん、まあ今回ね、その前に行く間が多いということで、ね、その折り合いには、ね、こと書かないと思うんですよね、うん、まあただ基本的にね、その夏場の方がいいタイプなんでね、ええ、まあそれでね、ちょっとこの評価にはしたんですよね。 あのホリ両調教師はギリギリってね季節をおっし,ゃってましたじゃんね。そうですよね。そうなんですよ。そのキープの度合いがどうなってことですね。え、はい、それから最後五番手の印十番の船橋連覇かかります。小馬のフィーリングこの印ですね。はい。そうなんで千万、ね。まあ、これね本来ったらね本命が並んでもおかしくないんですけど。うんはい、ただやっぱり昨年と比べるとねちょっとパフォーマンス自体がねどうなのかなっていうレースがちょっとあったんでね。うん、まあその辺でねちょっと割り引いて。 もう最後の印にしましたね。はい。なるほど、わかりました。今日のババ、あの一日前の前日のババ見てどうですかね。はい、なんか最初は差しが結構決まるのかなみたいな,な、ね、見方をた,、ね、ただやっぱり適度に前も残ってるんですよね。えー、でやっぱりこのクラスになるとやっぱり力のある馬ですからね。はいはい、そう簡単にね足鈍らないんでね。なるほど。はい、そういったところでこのような印です。さあ海目フォーカスこのようになっています。 え三連単もう九番のパールプレミア信じてとそうですね一着固定はい二三着に一番八番十二番十番組み合わせ十二点となっています楽しみな重賞兵庫ゴールドカップは発送時間五時五十五分となっていますさあもう一レースです一つ前の十レース三歳以上の特別戦です B 番 B2 今後千八百七十メートル中距離戦でシルシコになりました。 3番一雷神に本命を打たれていまもともと実績のある馬ですけどね。はい、はい、そうなんでもうその実績を、ね、もうちょっと評価しましたね、はい、まあちょっと、ね、休みが、ね、長かったんで、やっぱりなかなか戻りきらないっていうところはあると思うんですけど。 でも、ね、仕上がり自体は、ね、決して、ね、悪くないので、ね、ほんときっかけ1つだと思うんですよね、今回、ねまあ、得意の内枠を引き当てましたし、まあ、55キロという、ね、重量もやっぱり魅力になってきますよね、はい、まあ本来であれば B1、ね、A2 とかでも、ねうん、全然戦える馬だと思っているので、ねまあ、今回、ちょっとここで変わり身を見せてくれるんじゃないかと思っています。 はい、そして対抗馬が9番のアキュートガールです、まあ、こちらも中央からこちらに来ていきなり勝ってねねさ見せましたけど、ねはいはいまあ、前走は本当に着差以上に強い内容だったと思いますただ、はい、ただ今回56キロなんですよね、これ、ボバカンさんだと58キロっていうことになるんですよね。はいうんうん だそれだけにねそこまでねバカもあるまではないんでね<ー>じゃその辺でねちょっと仕掛けてからの反応が鈍るんじゃないかなと思ってねちょっと対抗に評価下げましたね金量が影響するんじゃないかというところですね三、はい、番で評価黒三角お隣の十番のザプラウドワンズですはいまあ、こちらね使うことにねレース内容も上向いてますしね状態もね良くなってきてますよね、うん、まあ外枠自体もね問題はないですし。 まあ、しぶとく、ね、足を伸ばして連ガ争いには食い込んでくるんじゃないかと思いますけどね。はい そして4番で評価、星印1番のアクイールです、えー、こちらも中央から転入3戦目、ここまでは2着、3着ときてますもんね、こちらでもね、はいまあ、こちらでも本当安定した走りを見せていますよね、うん、ただね前走がねできればもう一足ね使ってほしかったかなというイメージがあるんですよね、ただまあ今回、ね右打ち枠ですしその分足はたまりやすいですからね、満場、うん、も田中騎手でねどんなリードをするのかちょっと見てみたいんですよね。うん、はい えー、そして白三角1投、2番のコスモ大使ままずお伺いしましょう、はいまあこちらね、内枠歓迎の口なんですね、やっぱりいかにね、道中ロスなく立ち回れるかがこの間のポイントなんでね、この枠ならね、まあ、それも可能なんでね、はいまあ、上位争いに加われる1投だと思います。 ね、常に3着4着とまあと一歩の競馬を続いてる馬です、はい、え、そしてもう一頭白三角5番のラスティユスにも打たれています。2着続きですね。こちらはね。はい、まあ、本来ならね。もう少し高い評価をしてもいい馬なのかなと思うんですけど、えー、やっぱりね。その2着にしてもね。ちょっと内容自体がね。ちょっと気になるんですよね。やっぱりもう一足をね描いてる現状だと思うんですよね。はい、個人的にね。まあ、それだけにね。ちょっと今回メンバーも結構揃ってるんでね。えー でもうやっぱり最後の印になりましたね。なるほど。はい。りました。はい、それではこれを踏まえてのフォーカス解説です。馬丹三番からの一日約まあ裏表という形ですね。はい、はい。相手は九番十番一番二番五番組み合わせ十点の馬丹で勝負ということになっております。<laughs> 第十競争は五時二十分発送予定です。 まあ何度言いましても、兵庫ゴールドカップ、イーメンバーソレイクでしたし、ねはい、まあ遠征馬も強力ですけれども。ね、地元馬も、まあ特にまあ後援会などはね、ちょっと消化不良のレースでございましたの、ねはい。そですね。まあパルミアが連勝を伸ばすのか、地元馬の雰囲気にも期待したいと思います。小、はい、原さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。白馬開催続きます。二十日の木曜日、白馬開催です。重賞競争どうぞお楽しみください。レース展望でした。